ムロンブースにやってきました。今回タムロンですね、18-270mm という高倍率ズームを発表しています。詳しいお話をタムロンの古山さんにお伺いしたいと思います。古山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またなんかすごいのを出されましたね。皆さんの期待に応えて15倍ズームを出させていただきました。なんか手ブレ補正も今回は搭載されたということで、はい、一応4段相当の効果を期待して使っていただけると思います。28-300mm でも手ブレ補正がついてたと思うんですけども、はい、それの手ブレ補正に比べて今回のはどうなってるんですか。さらにブラッシュアップされて自信を持ってお試しいただきたいなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。でこちらちなみにお値段おいくらなんですか。税別で定価8万円ちょっとでご案内させていただいて、いつぐらいからお店で僕たちは手にできるんですかね。はい、ニコンマウントにつきましては9月の20日、そしてキャノンマウントにつきましては10月の2日を予定しております。わかりました、ありがとうございます。